時期お疲れ様です。フェスティバル最終日迎えましたがどうですか。やっぱり筑波にいる人との時間を共有するという意味で非常にいいフェスだったんじゃないかなと思います。特に大塚製薬の皆さんに提供、大塚製薬の皆様には提供していただき非常に感謝しています。次期委員長から今年を振り返って来年への抱負など。今年を振り返って、今年はそうですね、とりあえずミスなく終えれたことが良かったかなと思います。それはやっぱ産科大学の皆様の協力があってのことだと思います。来年はやっぱりちょっと盛り上がりが欠ける部分があったと思うんで、その試合以外での盛り上がりを来年のフェスイン全員で作り上げていけたらなと思います。ありがとうございました。お疲れ様。集計部生活最後のフェスがもう終わりに近づいてますが、あと片付けだけですが、今のお気持ちどうでしょうか。気持ちですか。まあ、あと頑張れって感じですね。ゴールを直さんといかんけど、はい、次30回なんで、はい、まあ、今まで以上に記念すべき30回記念ということで盛大にやってほしいですね。多くの試合を見ました。いい試合もあったし、なんだこれはっていう試合もあった。全てが財産になると思うので、やりっぱなしにしないで、一人一人がチームが次何しなきゃいけないのか、終わったことは終わったこと、もう今日で最終日、フェスティバル終わりなので、次に向けて本当何しなきゃいけないのか整理して、みんなでそれぞれの目標に向かって進んでいきましょう。とりあえずフェスティバル、お疲れ様でした。